本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役所 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボのマックです。遊び心のあるキーボードを探している方、性能とデザイン両方を重視している方、音とトーンの打鍵感が好きな方、この動画ではレトロなデザインと好奇心をくすぐる機能を備えたメカニカルキーボードをレビューします。こちらでございます。表裏開けさせていただきます。オープン。トリセツ、こちら後半に日本語表記ございます。 USB と Type-C、 結構長めです。こちら替えのキーが3つ、キーキャッププーラー、そしてキーボードいきます。おー、こちらでございます。裏、背面、横、前面。重さ 928g、 横 36.5、 奥行き 14cm。 打ってきます。おー、コトコト言ってます。いや、いいですね。輝いている。普通のキーボードではついていないノブ。そしてこちら LED ディスプレイがついております。数字の点キーはついてません。なのでデスク周りがコンパクトになります。キーボードの仕様について、こちらのキーボードはゲーミング機能と一般的なキーボードの性能を兼ね備えたレトロなキーボードです。全機種の X より最先端のグレードアップ、業界のベンチマークを再定義し、ゲームと生産性に特化したキーボードです。こちらのキーボード点キーが付いていません。そのためコンパクトに設置することができます。このキーボード、人工工学に基づいたデザイン、本体裏面、高さ調整ができる足がついております。高さは3段階調整することができます。はい、こちら1段階、2段階、4点ついております。なので安定したタイピングができます。ホットスワップ対応、専門的なツールが不要で、こちらがついてきますので、ご自身でキースイッチを取り出して交換することもできます。キーキャップはチェリープロファイル仕様、ドイツのチェリー社が開発したキーキャップの形状、 OEM プロファイルを低くしたような形状で、丸みの少ないエキゾだったキーデザイン。RGB バックライト、こちらは自分好みで鮮やかな照明効果からお好みのものを選択することができます。ちなみに操作は FN キーとそれぞれ押すことによってキーボード上で切り替えることができます。3つの接続方法、こちらのキーボード Bluetooth、 2.4 ワイヤレス、付属の Type-C USB ケーブル、この3つ、1つ選んでつなげることができます。ちなみに 2.4 ワイヤレスを選んだ場合、初めからワイヤレスついてますので、こちらを PC につなげます。使わないときは戻しておきます。こちら Type-C 差し込み口、ケーブルでつなげたい方はこちらで接続します。そして裏側の真ん中に、こちらですね、切り替えることができます。こちら Bluetooth とワイヤレスの場合、本体に内蔵されている長時間バッテリー、こちらは 4000mAh の充電式バッテリーが内蔵。優れたサウンド、5層フォーム、こちらのキーなんですけども、こちら5つの層からなるダンビング素材を採用、食感の満足感、アコースティックなサウンドが特徴的です。その5つはこちらの5つです。これら綿密な設計により、キーストロークの1打1打が心地よく、押すたびに一室に音が鳴り響き、あなただけのクイックコンサートが開演します。ガスケットマウントについて、こちらキーボード
ガスケット搭載メカニカルキーボードです。ちなみにこのガスケットマウントなんですけども、打撃時の衝撃を吸収する構造、この構造により心地よい打鍵音を堪能することができます。ガスケットマウント、フレームワーク、ソフトガスケット、これらの組み合わせによりソフトな打鍵感、高い応答性、打鍵音の低減、長時間の使用でも快適な打鍵音を実現しております。1.14 インチモニターについて、キーボード、こちらここですね、ここです。プログラマブルスマートスクリーンを搭載しております。このディスプレイをお好みの画像を表示したり、ジフ、アニメーションなど様々なパターンを表示させることができます。例えば FN のエンター、こちらは画面の切り替え、 FN と X、 画像のオンオフ、FN とスペースバー3秒長押し、キーボードがリセットされます。これらはエポマーカーのウェブサイトからダウンロードできるイメージカスタムツール、インストールすることで好きなロゴやキャラクター、そういったものを設定することができるので、自身のテンションだったりやる気をアップさせることができます。 VIA ソフトウェアについて、対戦ゲーム用のゲーミング設定、または一般的な PC 作業設定による生産性も向上する VIA ソフトウェアに対応。例えばマクロ作成などを自分好みに、キーボードを柔軟にカスタマイズすることができます。いかがだったでしょうか。こちらのキーボード、レトロモダン調、見た目がおしゃれなキーボードを探している方、ご自身のデスク環境を自分好みにカスタマイズしたい方、ことこと音の打鍵音が好きな方、そういった方にとてもおすすめなメカニカルキーボードです。カラー展開は今紹介しています、こちらホワイトブラックとピンクホワイトの2種類の展開、エポメーカーシャドウ S、 興味ありましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ことこと音最高。本番いきます。こちらでございます。レトロなキーボードだな。ワイヤレス USB